トリティクムモノコカム一粒小麦は、イネカ小麦属の植物で、栽培型と野生型があり、そのいずれも、パン小麦と関係がある。以前は、野生型が T ビータカムで、栽培型が T モノコカムとしてそれぞれ別種として扱われていた。しかしながら、現在は、野生型、栽培型ともに T モノコカムの亜種として分類され、栽培型は、 T モノコカム SSP モノコカム野生型は T モノコカム SSP ビータカム MK と分類される。一粒小麦は二倍体の植物で、南脱国性黒粒は硬い A にしっかりと包まれている。栽培型の形態は野生型に似るが、熟した時に保軸が自然に折れて脱落しない非脱落性で、黒粒が大きい点が異なる。一粒小麦は、 エンマー小麦と並んで小麦の最古の栽培型の一つであった。野生の一粒小麦の黒竜は、肥沃な三日月地帯の秋石器時代の遺跡から見つかっている。一粒小麦が最初に栽培されたのはおよそ9000年前、先土期新石器 A から先土期新石器 B の時代だった。一粒小麦が栽培化された地域は、 先土期新石器 B 時代の農耕集落の遺跡が多数発見されているトルコ南東部のカラジャ山付近であるとアフラーアップ、島による DNA 分析の結果は示している。青銅器時代にはその栽培は減少し、今日では作物としては稀にしか見られないものとなっている。一粒小麦は地方の作物としてブルグルや家畜の飼料としてフランス、 モロッコ、旧、ユーゴスラビア及び、トルコなどの国々の山岳地帯に残っていて、その多くは、他の種類の小麦が栽培できない、痩せた土壌の土地に残っている。野生の一粒小麦、トルコ中南部のカラマン県から、山現在普通に栽培されている小麦とは、対照的に、一粒小麦のグリア人は、セリアック病の患者に対し有害ではないという、論文が発表されている。 しかしこの件については、今のところグルテンフリー食では推奨されていない。ありがとうございます。